K-1 ワールドマックス2024 55kg 世界最強決定トーナメント準決勝です。久村雅史対大久保瑠偉の一戦となりました。実況席解説は雅人さんと平子一さんです。雅人さんから見どころをお願いします。いや本当ね、やっぱりこう新人の大久保瑠偉選手がね、こう久村を食うかっていう、まあ、その醍醐味がね、そこですね。これはちょっと面白いですよね。平子さんどうですか。大久保選手身長高いもちろんなんですけども、手足長いですね。そうです、本当に長いですね。大久保が身長176、久村は168。ただ今平子さんのご指摘の通り、本当に手足の長い大久保、モデル活動もしていますこの大久保です。さあ試合が始まりました。赤いグローブをつけているのは久村雅史、そして大久保が青いグローブになります。長い大久保の長いローです。いや久村の攻撃を、ね、2発連続こうローを空振りさせましたね。同じ距離感ではどうやらなさそうです。この両者距離は近いですけどね、もうすごくちょっと下がります、大久保。やっぱ久村がね、近い距離でね、久村も速いですね、スピードありますね。お互いにスピードがあります。飛び込んでからの速さ、入ってくる、もう一回入ってきたボディーだ。このステップインの速さ、久村に対して大久保がどうするかです。結構やっぱこれプレッシャーは感じると思いますね。久村の、はい、左フック、危ないパンチ、ね、この左フックはいいタイミング飛んでいる。ハイキック、大久保です。ボディから膝を見せました。そしてミドル、これはガードします久村雅史。ただ本当にプレッシャーかけてます久村です。かけてますね、やっぱ手足長いですからね、リーチは大久保のが長いんで。なるほど、このプレッシャーで距離を潰していきます。相手の優位性を消している久村雅史。この辺りはキャリアと長いリード、ミートレート、インサイド、しっかり大久保ガードしてますね。手も長いんです大久保です。ガードするとお腹の半分ぐらいまで隠れます。ミドル飛び込んで膝だ、覚悟を決めて大久保の飛び膝。ただプレッシャーかけますね、まだ。ジャブ、そしてミドル、もう一回ジャブ、コンビネーション大久保です。今の左フックの距離はもうちょっとですが、いいタイミングで打ってます大久保。左ジャブ、まあ、ジャブに対してね、大久保いいですよ、ジャブだ、大久保類のジャブ、長いジャブです。ちょっと久村イライラしてきたかなっていう。あ、そうですか、やはり長さが、いや、うまくね、大久保がコントロールしているというか、相手の攻撃外してるんでね。なるほど、ちょっとずつ近づいているんです久村。今の久村の左ミドルですね、左ミドル、そして左フック。しかしこの左フックは大久保研究しているようです。すごくガード丁寧にやります。ブロッキングしてますね、左の単発は左フックからの攻撃を出るんだ、そう、こういう攻撃つなげたんですよ、ね、ミンソルト、頭がちょっと当たりました。頭当たったけど、やっぱこれ、2人とも気持ち入ってるとね、気にしないんですよね。そうですよね、プレッシャーかけます、まだプレッシャーかけます。ナイスジャブですね、久村。久村の左リード、ちょっと近づきすぎていたが大久保です。ナイスジャブ、ジャブからミドル、ミドルを返す大久保です。ミソルジ、左フックカウンター、打ち終わり3発返したの大久保でした。1ラウンド終了です。平子さんから1ラウンドの感想をまずいただけますか。久村選手まだね、どこか距離を測りながら様子を見てるところもあるんでしょうけども、大久保選手先に出すのも打ち終わりも自分がっていう気概感じますね。そうですね、いや、雅人さん、この両者どう見ますか。1ラウンド、1ラウンドの前半は大久保がうまく戦ってたんですけど、まあ、後半ねラスト1分ぐらい久村がプレッシャーを強めてですね、こう強引に自分の距離に持っていって、で後半久村のペースに なりそうだったなっていう感じでしたね。久村はもういつでもいいぞというような感じになってます。インターバル早々に半分ぐらいでもリングの中央に寄ろうとしていました。さあ、それに対して淡々と大久保はセコンド作業を終えます。なんか、ね、この2ラウンドから久村ちょっとペース上げてくるような気がしますけどね。そのサインでしょうか、シグナルか。インターバルを早々に切り上げた久村雅史。ワールドマックス 55kg 世界最強決定トーナメント準決勝です。
赤いグローブの久村正史、青いグローブの大久保瑠衣、若いこの大久保が久村という大きな星を食うかどうか。ペースが上がるか両者、ミドルの打ち合いです。前蹴り、おーと押しが強い、体強いしね、強いですね、あえてね手を前にやるとね顔が遠く見えるんでね懐がね独特なんですよね。そうですね、あでも強引に強いましたね。この辺りはキャリア今日で31戦目の久村です。大久保は今日でまだ9戦目、うまくかわしながらいなす。あ気がついたら大久保のお腹は真っ赤に染まってきました。変則的なパンチ、インサイドになってくると久村は回転が速い、そこはあまり相手にしない方がいいかもしれません。大久保です、右から左、キックまでつなげました。膝だ、膝が効いた、効いたぞ、さあ打ち上げた、打ち上げた、久村も迎え撃つ。さあどうするか、残り1分45、まだ、まだ1分45ありますよ、1分45、大久保どうする、久村は効いたように見えたんですが、ちょっと来ましたよね、左だ、ちょっとガクッと来たんですが、ただその後久村も打ち返していました。あそこで打ち返さないと、ね、大久保バナが来ちゃうんで、あれ打ち返すのいいんですよ。平子さんどうでしょう、ここ久村どう見ますか。でもよく倒れなかったなというのが正直な感想ですよね。倒れるかと思ったんですが耐えました久村です。あそして正人さん、大久保は無理に行かないんですか。大久保は行った方がいいんですけど、やっぱこの久村のこうキャリアであんまりダメージないよっていう、騙すんですよね。あなるほど、やっぱまだね大久保キャリアないんで、そこはダメージないと思っちゃうんですよ。まだじゃ聞いてなかったのかなと思ってしまったら、久村の術中です。そうです、ただ大久保のあの左ジャブもいいですね。お互い 左こう出してた方がいいですよね。ちょっと今近い距離です。近い、じゃ、近い距離なんで久村のジャブも当たる。あとジャブだ、このジャブ久村のジャブです。なんだ距離に気がついたなってるかもしれません。今おととと振りほどく、残り30秒、残り30秒、ちょっと大久保の右の目のあたりが右目が赤いですね。赤いですね、まあ、パンチでしょうね。先ほどのジャーブだったんでしょうか、ちょっと染まっています。ミドル、ワンミドストレート効かせる膝がありました。このラウンド大久保です。ここは投げて、ちょっと頭から落ちたかもしれません。今首が決まった状態で今頭から落ちたように見えました。あここでゴング、まあ、このラウンドね、あの大久保取りましたからね。2ラウンド大久保の膝がありました。いや平子さん動きましたね、このラウンド。いや、ね、ただあの直後久村選手がなんか顔色を変えずに、じわじわとむしろなんかねにじり寄ってくるっていうのは、聞かせたはずの大久保選手からするとちょっと恐怖感もあったかもしれないですね。ありますよね、聞いてないんだろうというね。その久村がまた座ってませんので、まあ、聞いてんですよ確実に、あの攻撃は。で大久保選手も手応えはありましたよね、きっとね。あったけどやっぱああやって来られると聞いてないのかなと、逆に蹴落されちゃうというか、ね、この膝ガクッときました。ただこの後久村はすぐ打ち返したんです。この膝は得意な攻撃ですよ ね。ただ倒れなかったっていうのはね、やっぱあの久村の意地というか。いや結果もし判定になった時、あの時倒れなかったからっていうのはありえますからね。まあでもこのラウンドね久村もう行くと思いますよ。さあ3ラウンド大歓声です。代々木第二体育館大歓声、準決勝55キロ最強決定トーナメント、超新星のこの大久保が久村に相対しています。この階級では久村か金子かと言われ続けた中に大久保が割って入るか。ミドルに対してストレートを合わせました。うまくいなしていきます大久保。前にプレス、前にプレス、久村はもうちょい近く行きたいですよ。もうちょいパンチの距離です。もうちょいそう、右ストレート、大久保のパンチが先に来る。どうしてもこの長いリーチがあります。左フック、長いリーチです。ギリギリでクムロのジャブも当たっています。
この距離は当たる距離。ここはただ今は大久保の距離、わずかな差です。ミソレト、あのジャブからもうちょっとね、こう組み合った時に大久保強いですね。フィジカルが大久保の強さを感じます。55キロに上がってきたのがこの大久保です。もともとただ身長がありますので、この体重でもどうやらうまく機能しているようです。大久保残り1分45、ジャブだ、ジャブからの2-3、右クロス、またまたまた頭から2人落ちます。ちょっと危ない落ち方します。2人とも首が決まった状態で落ちてしまうのでちょっと心配です。大久保の方にホールディングの注意、ジャブから行く、木村ミドル一発、残り1分15です。ミドル返す、追いかけていく大久保だ。ミドル、木村が来るぞ、ジャブだ、お互い当たっている。木村もう少し行きたい、ジャブからつなげたい木村です。ミドル、木村、ジャブだ、ジャブからね、あのパンチ蹴りまでお互いね、あのパンチ一辺倒になっちゃってるんで、あ確かに散らしていくとね、いいと思うんですよね。ミスルとクロス、あ大久保の気持ちが出てるな、まあ、絶対食ってやるっていうね。いや大物食いの覚悟を感じるのは大久保、ただここでは負けられないぞ。久村、金子が待っています。決勝で金子が待っています。まあ、やっぱあのホールディングするっていうのはやっぱね、近い距離でパンチを嫌がってるんですよね。残り時間は少なくなっています。ジャブ相打ち、残り時間少ないぞ。カメラどうするか、左打った、ハイキック、残り時間10秒、ハイキック、奥久保しかしパンチを、カメラがパンチ、ハイダー、大久保左フック、さあ判定どうなるか、判定どうなるか。いやー平子さん、また難しいですね。何度かでも久村選手のパンチで大久保選手ね、首がちょっと跳ね上がってるところも見えたんで、これがどうなるか。いや準決勝雅人さん2試合とも難しいですね、これは。そうですね、まあ、2ラウンド目 の、ね、あの膝蹴りはね、確実に大久保のポイントになってますからね、まあ、1と3をどっちが取ってるか。大久保だな、大久保に1票。ジャッジ山根30対29。あこれ大久保だ、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 なんと三者共に30対29、神田の大久保、久村まさし敗れた。まあ1ラウンド目、3ラウンド目は10対10で、2ラウンド目のポイントですよね。平子さん、はい、久村が崩れました。いやでも大久保選手のトラッシュトークじゃないですけども、あの時点で自分の退路を断つかのようなね、なんかこの気持ちの強さというか志の高さを見せましたんで、いや気持ち見せましたね。いや来ました、大久保瑠衣20歳昇進生、まずは2強の一角久村雅史を食いました。いや驚きました、勢いもそのままに。この55キロにおいても大久保瑠衣が席巻するんでしょうか。さあこれで画面面白くなってきました。準決勝この試合久村雅史に勝った大久保瑠衣、決勝で金子と相対します。